うん、うんこもうんこもあうんこが出かけたわ。あうんこも半分でしまったわ。あ止まんねえ部屋。肛門の活躍も緩くなってきました。最近ね、放送中はねえんだけど、4回に1回おならするとうんこ漏らすわ、俺。ビリーっつって。この前雨の日走ってたらうんこビリーって漏れちゃう。俺びっくりしたんだけど、この前さ、雨の日あったじゃん。2日ぐらい前。走ってたらうんこがビリーって出てしまって。ただのあれじゃねえぞ。なあ。ただのうんこじゃないよ。ブリ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 って。下痢とかじゃなくて、ちゃんとしたうんこがブリ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 って出ちゃって。あ、やべえ、うんこ漏れちった、つって。やばいわ、俺おむつしなきゃいけねえ。本気で。ケツの穴がほんと緩くなってきたわ。俺。え、でもそれ周りに聞いたらみんな言ってた。あ、俺もすぐうんこ漏らしちまう、つって。で、30超えたら、みんなさ、恥ずかしいじゃん、うんこ漏らすのって。ね、うんこ漏らすのって恥ずかしいじゃん。で、言わねえだけでみんなだ、うちの親父も、よくうんこ漏らしてたの。あーって、なんかさ、ドラゴンボールのさ、27巻ぐらいでさ、人造人間18号がさ、ピッコロのお腹をパンチしてさ、ボーンってさ、っていう見開きがあるの覚えてる？覚えてる？あるんだよ。17号か。その時見て、うちのお父さんが、ブーってヘーするのね、よく。そんで、俺近くで見てたんだけど、お父さんがブーってたら、ビューって、水上、潮吹いたみたいな、下痢便がビューって、パンツがさ、あの、17号のパンツみてえに、パンチみてえに、ボーンって、なんでの、テント張ってたんだよ、うんこで。意味わかんなくねえか。うわー、うんこ漏らしちゃったーっつって。むっちゃ腹へこんだシーン。みんな漏らすんだよね、おめえらも笑ってるけど、今。みんな漏らすんだよ結局。その後どうしたんだ。なんかそのまま立ち上がって、そのままゆっくり立ち上がってトイレに行ってたわ。うんこ漏らしちゃったからなつったお父さんが。何お父さん、うんこ漏らしちゃったの、お父さん、うんこ漏らしちゃったって言ってた。その時はやっぱ子供に帰るんだよな。あ、うんこ漏らしちゃったからトイレ行ってくるわつって言ってたわ。かわいいと思った。みんなあるんだよ。ほんと正直に言ってくれ。あるだろ、うんこ漏らしたこと。俺最近2日前にうんこ漏らしたわ。雨ん中さ、ロンティー1枚でさ、セブンイレブン行ってさ、帰った時に全力疾走して帰ってきたら、うんこが一歩ずつ、ビュー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 みたいな。あ、やばいやばい、うんこ漏れちゃったっつって。で、そのままパンツにくるんで捨てたわ、うんこ。流さずに。水道代ケチんなきゃいけないから、俺貧乏だから。お前さっきから同じ話繰り返してるぞ。それほど衝撃的だったってことだよ。二十歳ぐらいの時はなかったのになーっつって。そんなパンツを視聴者プレゼントします。そこで入れ替わった。なんか深い、哲学的なコメントもありました。そこで入れ替わったんだなって。哲学者もいます。その道のプロも見てます、僕の放送は。その道のプロも。もうレディーディア、おさらば。さよなら。さよなら。一回一回ヘをするのにも大博打だわ。大博打。